はい、どうもこんにちは、コウキです。今日はですね、私の、大人文字チャンネル始まって以来のですね、検証動画ですね、をやってみたいと思うんですけども、昨日ですね、たまたまテレビをつけてみたらですね、文具の紹介でですね、ボールペンを紹介するコーナーがあって、そこでですね、使いやすいボールペンということで、売れてるボールペンのコーナーがあったんですね。で、そこでですね、ちょっと気になるものがあったので、それをですね、ちょっとさっき買ってきたんですよね。で、何を買ってきたかというとですね、今まで私ゼブラのですね、こういうサラサクリップですね、 1.0 とかあと 0.7 とかもあるんですけども、そういうのをですねよく使ってたんですけども、今回ですねちょっと使ってみようと思ったのは、2018年に発売されたですね、ゼブラのブレンっていうのをですね、ちょっとここにちょっと買ってきたの で、まだこれね全然こう使ってないやつですね、ちょっと開けてみたいと思います。で、書いてみたりも全然してないので、今ここでですね初めて開けますね。開けました。はい。で、こういうやつなんですね。ブレンですね。ここに書いてます。これ何がですね、そうこうユーザーの方に人気かというと、ここのですね重心がこの辺にあるみたいなんですよね。ペンの全体の重心ですね。なので持った時にですね疲れないっていうのと、あとここですね、ここがですね全然こうブレないらしいんですよね。なので使い心地がですねもう抜群らしいです。はい。なのでこれかなり気になりました。これですね、ちょっと実際に書いてみて、使ってみてですね、本当にブレないのかとか、あと書きやすいのかとか、あとうまく書けるのかとかですね、その辺をチェックしながらお伝えしていきたいなと思います。ちょっとここにですね、今まで使っていたようなちょっと紙ですね。で、これをちょっと持ってきたので、で、これにですね、このブレーンを使って、ここにですね、ずっとこう書いていきながら、書き心地をですね、ちょっと最後にお伝えして、終わろうと思います。書いていくのはちょっとランダムですね。ランダムに感情ですね、いろいろ書いていこうと思います。はい、ちょっとですね、初めて書くので、かなりちょっとどういったものかワクワクしてるんですけど、ちょっとですね、今6文字ですね。まあ1行書いてみたんですけども、なんかね、漢字としては、ちょっとこれ 0.7 ミリで少しいつも使ってるような、私 1.0 使ってるんですけど、こういうですね、太さですね。ちょっとですね、線がやっぱ細いのは細いんですけど、なんかこう、ぐっとこう、下にこう沈む感じっていうんですかね。こう、書くときに、こう、深くこう、紙にこう沈んでいく感じがあるんですよね。なので、安定感がありますね。こう非常に。うん。かなりこう、まだこう、使い慣れてはないんですけど、安定感は結構あるなっていう感じはしました。で、ちょっと残りをですね、あと2行ぐらい書いていきたいと思います。
はい。ではですね、書き終わったんですけども、書いてみた感想ですね。まあ、ズバリ言うとですね、書きやすいか書きやすくないかで言うと、書きやすいですね。最初のですね、この中っていう字をですね、書いた瞬間に思ったんですけど、この縦線ですね。縦線を普通ですね、結構ですね、ブレやすいんですよね。ある程度速さがないとですね、書きにくいんですけど、これですね、ゆっくり書いたんですけど、ゆっくり書いてもですね、結構安定する感じですね。安定感がすごくある感じしました。なので、今からですね、漢字をうまく書きたいなと思っている方とかですね、初心者の方とか、使うペンはですね、これ結構いいかもしれないですね。0.7 ミリで少しですね、細めなんですけど、いつもですね、私が使っているのは 1.0 なんで、ちょっとそっちは太いんですけど、0.7 とか、こう、太さがですね、全然こう自分なりに良ければ、これ使ってみてはいかがでしょうか。ブレンですね、結構、使ってみた感想、これ165円だったんですけども、これ非常にいいですね。はい。